これはもう今は使われませんけれども、おじさんなんかが小さい頃はこういうコンバインとか機械がなくて、足踏みのこれ脱穀機でこう落として、そしてこうゴミを取ったりして、こう大きな遠見でして精米をしていました。今は全部それがもう刈るところから、もみが出てくるところまできれいにコンバインがやりますが、昔はこれで落としてからこうやって時間をかけてやっていましたが、今はどんどん進んでいきます。この機械の前は千箱木といって、原始人は千箱木でこうで取ってたんです。やっとこういう機械が明治ぐらいになってできて進んだんです。
さんなんかの小さい頃は子供たちがすっごいお手伝いをしてくれて、夏休みもう学校が終わると夏休みもう10日ぐらいは毎日稲刈りでした。ほいで昼飯を食べるとお父さんが海に連れて行って毎日海水浴でした。そこの海でこうプールみたいなね、こう池みたいな岩場があるんですよ。そういうところで楽しんで、ほいでまた昼からまた夕方まで稲刈りを手伝ったり、藁を配ったり束ったりしました。おじさんが小学校の時までここはこんな大きな道はありませんでした。本当に道もなくて、馬とか馬にそりをつけたり、それから人間が、担ぐおじさんもいました。馬がいなくて自分で担いだ人もいるんです。この藁を、米を。わかりますか？はい。よかったな今日は。はい。基盤整備してから一番の出来じゃないかと思います。おかげさまで天気も良くなりまして、田んぼも乾いて刈りやすくなりました。どうもありがとうございます。豊作ですね、今年はね。豊作、まあ取ってみらんと分からんけど、まあ全体3割ぐらい減収らしいですので、まあ人並みにあればいいですが。去年の日からやったか。去年の日からかもな。去年なかったもんな。いい顔してるね。はい、上がっちゃって、はい、お願いします。はい、チーズ。はい、ありがとうございました。できるだけ早く皆さんにも新米を届けたいと思いますので、期待して待っててください。どうも、ごちそうさんでした。ありがとうございました。